オタファの秘密基地。だけどびっくり、世界がどんどんねじれてく。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。電磁戦隊メガレンジャー。デラックスギャラクシーメガとデルタメガが超電磁合体、スーパーギャラクシーメガだ。直撃世代集結せよ。もちろんメガレンジャーやスーパーギャラクシーメガをご存じない方も、戦隊好きの底の君、どうぞ最後まで見てください。ちなみにそれぞれのレビューは僕の YouTube のチャンネルにあります。合わせてみてください。というわけで早速レビューいきましょう。スーパーギャラクシーメガはギャラクシーメガ、デルタメガが完全変形合体します。僕はこのスーパーギャラクシーメガの強化合体システムが大好きなんですよね。さあ行きましょう。来いデルタメガ、超電磁合体。この2機が上空高く舞い上がり変形します。じゃん。それぞれがロボモードになりました。それじゃあ変形合体準備開始。まずはギャラクシーメガ、腕、背面、このパーツのロックを外す。そしたら腕パーツを後ろに持ってくる。で、この時にちょうどここのウィングのところがこの隙間の中に入るんですよね。こういうところすごい好きです。こう。次は頭部。このシャトルの部分。これを上に持ち上げます。正面から見ると、こうですね。そして最後。このパーツを下に下げる。ギャラクシーメガはこれで合体準備完了。さあ、そしたら2号ロボのデルタメガ。これちょっとじっくりいきましょう。この変形プロセスもすごいんですよね。胸部ハッチを閉じて、この部分をまっすぐにします。そしたらこの頭部、そしてこの胸部一体ですね。これが背面のここと繋がっていて、上に引っ張ると、取れるようになっています。後ろ。この部分。これが引っ張ると取れます。そしたらこれがスーパーギャラクシーメガのヘッドギア。で、このパーツは、この真ん中の部分を密着させます。胴体。足を引っ張って、本体から外します。結構バラバラになるんですよね。このバラバラになる感覚が好きです。そしたら、これがバックパックのブースターになります。これを足の裏から取り外す。で、ちなみに足の変形。ここにかかとがあるんですよね。引っ張るとちょっと出てきます。こういう転倒防止にも気を使っているところがいいですよね。そしたらこのカバーを展開する。これで片足の変形完了。反対側も同様。かかと。そしたらここにブースター。そしたら正面。このカバーを上に起こして、変形合体準備完了。さあ、そしたら最後。これの変形がめちゃくちゃ面白いんですよね。大人の僕でも、あれどうだったっけってこう、久しぶりに触ると一瞬迷います。この中にロックがあって、ここが、半分に分かれます。反対側も同様。こう。で、ここは固定されるロックなどがないので、まあ、プラプラしています。で、この後どうするかというと、まあ、これは胴体ですね。この胴体、これを反転させます。反対側も同様。こう。そしたらこれを裏返すと、スーパーギャラクシーメガの胸部。で、これが腕。さっきボディの半分だったとこですね。2号ロボのボディが腕になるってたまらないですよね。スイッチを押して、上に向けると拳が出てきます。反対側も同様。さあ次は肩。これを下に下ろします。で、これ後ろにデルタメガの腕があるんですよね。これを上に持ち上げる。そしてさらにここの軸を使って、こっちに向けます。で、さらにここの軸を使って、前に持ってくる。ご覧ください。このようになります。この変形工程が地味に多いところが僕はすごい好きです。肩を下げて、この軸。これを使って上に持ってくる。そしたらこっちに向けて、前に向ける。これでデルタメガの胴体の変形完了。ここまでバラバラになったデルタメガをギャラクシーメガに合体させます。まずは足からいきます。足パーツをギャラクシーメガに被せるように合体させます。で、ここに隙間があるんですよね。被せると、ここからギャラクシーメガの足が出てきます。ここすごい好きです。で、合体ジョイントはここ。押し込むと、パチンという音がします。そしたら最後に、さっき展開した、このカバーですね。ここ。それからここを合体させます。反対側も同様。せーの。下半身はこれで完成。さあ次、背面。後ろに持ってきたギャラクシーメガの腕。この拳の部分。ここにこのブースターパーツを取り付けます。これ左右があるんですよね。ネジ穴がある方が裏側になります。なのでこうですね。このブースターパーツのここ。これが突起になっていて、この穴にはめ込んでからしっかりロックさせます。次は、頭部に変形したメガシャトルの後ろ側のここ。これの下に、こう小さなロックがあるんですよね。こことここ。ここに、デルタメガの頭部と胸部。このパーツ。これのここ。それからここのロックを使って合体させます。こういうパーツの使い方がいかにも強化合体ロボっていう感じがするんですよね。ここ好きです。さあ次は、デルタメガのボディが変形した、このスーパーギャラクシーメガの胸部。これの後ろ側はどういう風になってるかというと、ここ。ここにジョイントがあるんですよね。反対側もあります。ここを使って、ギャラクシーメガに被せます。ここと、ここに受けがあります。さあ、そして最後。ヘッドギア。これを、ここにかぶせれば完成！スーパーギャラクシーメガ！ご覧ください。見事に変形合体しました。ちょっと早速手に取ってみましょう。古き良き戦隊のデザインですよね。綺麗にまとまっています。後ろから見るとこのようになっていて、丸々拳が後ろに来るので、この拳の部分を隠すようにブースターのパーツがついてくるんですよね。こういうところも好きです。あとはこのパーツ、一見余りそうなんだけど、綺麗にこの背面にピタッと入って、デルタメガのトレードカラーのイエローがここにあることによって、あ、強化合体したんだなっていうのがわかります。クリックの途中でちょっと無理やりなんですけども、このように足を開くこともできます。早速、近くで見てみましょう。まずは頭部。このフェイスパーツはギャラクシーメガのままで、額の部分にはメガレンジャー5人のトレードカラーがあります。それから上半身。ギャラクシーメガの電飾ギミックはこのまま生きていて、それぞれボタンを押すと、このように鳴り響きます。2号ロボのデルタメガの腕がこのまま肩のキャノンになるところがかっこいいです。それから下半身。正面から見るとちょっとわかりづらいんですけど、横から見た時のこのラインがとっても綺麗なんですよね。ボリュームがあります。スーパーギャラクシーメガの可動範囲は、主に腕ですね。このデルタメガの腕。これがワンクリックいかないぐらいちょっとこう下ろすんですよね。そして、前に出す。ここまでなら動かすことができます。これ気をつけてほしいんですけど、中古のデルタメガで腕がプランプランな時って、このスーパーギャラクシーメガの時に、こうワンクリック出したまま放置してたんじゃないかなっていうような個体なんですよね。ここ。ワンクリックいかないところで止めます。だからあんまり僕はおすすめしないですね。こう。両腕を前に出すと、やっぱりかっこいいんですよね。あとはちょっと無理やりなんですけども、足が横にワンクリック。片足だけかな。両方開こうとするとちょっと無理があります。まあでも、こう、なんていうのかな、足がこう、ちょっと横に広がって、あ、これもかっこいいです。スーパーギャラクシーメガはギミックがあって、必殺技がスーパーギャラクシーナックル。スイッチはこの部分、それから後ろ側にも同じスイッチがあって、これを押すと、このように発射させることができます。まあこれさっきも言ったようにワンクリックしかこう腕が開かないんで、ほぼ下に向けてこう発射するんで、まあゴトンってこう落ちるような感じ。スーパーギャラクシーナックル。こんな感じです。劇中ではこのように両腕を発射させます。さあ、そして最後はおまけ。じゃん。このギャラクシーメガの武器がありますよね。3つ。これなんと手に持たせることができるんですよ。じゃあ、例えば、シールドにしましょう。じゃん！持たせるとこのようになります。まあ、劇中では、この武装っていうのは使わなかったんだけど、やっぱり強化合体ロボに、さらに剣と盾があると、さらにかっこよくなります。ちょっと離れてみるとこんな感じ。めちゃくちゃ似合います。ついでに、これも持たせましょう。ブースターライフルも似合いますね。というわけで今回の電磁戦隊メガレンジャー超電磁合体スーパーギャラクシーメガのレビューいかがだったでしょうか？これも最後に裏技なんだけど、クリックの途中でこう止めると、ちょっとハの字立ちでいい感じになります。いやー、僕、ウォーターファーが好きな変形合体ロボ。その中でも強化合体ロボっていうのはもう大好物なんだけど、もうこの変形合体パターンはたまりません。まだまだメガレンジャーのロボはあります。3号ロボに4号ロボ。今後、好評なようであれば、順次レビューしていきたいと思います。今回の動画、面白かったな、楽しかった。ウォーターファーの歴代戦隊ロボレビューがもっと見たいという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。あ、ウォーターファー、僕メガレンジャーの直撃世代なんだよ、とか。あ、このスーパーギャラクシーメガ、僕も好きだよ、とか。他にも、3号ロボ、4号ロボのレビューが見たいとか。それから、他の戦隊のおもちゃのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。ウォーターファーでした。メガ、ポンとクリアダンシング。またねー。描いていく未来のストーリー、キャンバスの上